こんにちは、吉根さん。まあ、いつもはね、2時ぐらいに起きて3時ぐらいから活動開始するんですけども、今日はちょっと早めにやろうかなと思いまして、で、お話したように8月の締めでね、だいたい600万ぐらいなんですよ。この暮らしで600万ってことで、1日20万ほぼ自動的に入金がある形ができているなっていうところなんですよ。月給と日給、まさにね、日給月給みたいな世界になってきたんですけども、1日に20万ってどういうことやって私も思いましたね。しかも一生懸命働いてどうこうとかってわけじゃなくってね、その時間を使わずにその、まあ、お金をいただくというね、形が今テクノロジーのおかげでできるなというところだと思うんですよ。まあ別にね、月収600万じゃなくても、それが例えばね、10万でも20万でもすごいことだと思うんですよ。でもね、ちょっとはたとね、気づいたことがあるんですけども、このお金を稼ぐことは時間を全く使わないっていうフェーズにはなるんですけども、なんかね、妙なこと言いますけども、生きるのには時間がかかるなと思うんですよね。生きるのはね、例えばこう細かいこと言ってもね、洗濯干すのも時間かかるじゃないですか。で、今ね、ちょっとこうペットボトルのドリンクを買いに行ったんですけども、ほんとそれだけ行ったんですよ。全然その時間が取れなくって、だいたい1週間に1回ぐらいは大物とか、大物ってまあ私は言ってるんですけどね、ちょっと重いものを束で買いに行く瞬間があるんですけども、なんかね、今週はなくってね、全然日曜日もう終わるじゃないですか。で、わざわざそれだけのために行くみたいなことがついに起きてしまって、これもね、時間ですよね。だからね、あの、何万とか何十万とかね、時には何百万っていうのは、この手間がないのに稼げるのに、なんか水を買いに行く手間っていうのは多分一生つきまとうというね、なんかそんなことを、なんか、ああ、すごい、まあ面白いなと、見方によってはね。人間が生きるのには時間が絶対かかるじゃないですか。でもお金を稼ぐのにはもはやね、時間がかかんないというね。なんだこれはと思いますよね。大抵は逆なんですよね。お金を稼ぐためにある一定の時間というかね、生活の大部分を使って空いた時間でいろいろと自分のことをしてみたりとか、趣味をやってみたりとか、自己教育してみたりとかだと思うんですよ。私もそういうふうに思ってたんですけども、はたと気がついたら、いや、なんか稼ぐのに時間かかってないなみたいなね、生きるのに時間がかかるなみたいな、そんなことなんで、しかも人間関係がほとんどない私がそう思ってしまうというね、ことが起きて、ちょっと面白いなと思いながらね、吉谷さんのさっきのただやるだけって動画を見ていたっていうか聞いてたんですけどね、だからちょっとパッと行ってパッと帰ってくる、その帰りの数分の間に、そのなんですよ、吉谷さんの動画聞いて、なんかちょっとなんか面白いっていうかね、笑いが出たというね、ふふっと。でこんなことで笑う人って多分いないと思うんです。だからもう笑いのツボまではもう全然ずれてきたっていうかね、面白いギャグとかではね、お笑いとかでは全然笑えなくなってきたんですけども、今みたいなことでなんか面白いなって全然ね、なんか変な世界になりましたね。だからなんかね、ちょっとね、恐ろしいっていうか、もう全然社会から浮いてるなというね、なんか常識もわかんないし、共通のなんか理解もないし、考えてることとか言うことは、まあ、多分変なんだろうね。変ですよね。なんか、いや、ほとんど時間使ってないんですけども、先月600万ぐらいあったんですけどみたいなね。で、600万が自分的に多いかって言ったら、別に600万っていうのはまあ何回か1000万あるからなとかね、何なんでしょうねこれはね。今回どんな動画撮ろうかなと思って迷っちゃいますよ、こんな変なこと言って。でもなんか、あの、吉田さんがね、久保さん悩みないかもしれないとか言ってたけども、まあ悩ましいというのは、その、あの、まあ誰でもこのね、こういう会話はないですね、人とはね。ふふっと、いや、この前さ、時間、あ、何、お金稼ぐのに時間かかんないけど、ペットボトルの水買いに行くのに時間かかるってことで気づいちゃってさ、ふふって面白くないってみたいな。面白くないでしょ、これ。面白くないですね。なんか、笑いのツボまでね、持ってかれちゃったみたいな。この方人間の心を失うってことなんですよ。まあでもね、相変わらず、アイスコーヒーは美味しいということで。まあ今回のタイトルはね、まあアイスコーヒーにしようかと思うんですけども、まあアイスコーヒーから何を思うか。あ、ちなみにね、吉田さん、このトランザムの修理と車検なんですけども、ついに納車の日がね、決まりまして、今月の20日以降ということなんで、
今月もほとんど1ヶ月かかってしまうというね。で、車に乗せる直前に分かったことがあって、それはちょっとテストでいろいろいじってもらってたら、あのファンが焼き切れちゃった、だから追加料金お願いしますってことなんで、さらにね何万円かかるみたいなんですよ。でもちろんああいいっすよみたいな感じだったんですけども、結構ねあの気を使っていただいて、いやあとね何万円ぐらいかかっちゃうんですよって、工賃はいいんでこれでとか言ってくださってたんですけど、本当ありがたいなと思います。多分あのどんどんねあの料金が上乗せになって、最初私がねトランザムの車検代100万ぐらいかかるんじゃないですかって言ったら、いやとてもそんなかかんないんですよって言ったんですけど、もう100万優に超えてしまって、追加料金までなんかねかかってきてですね、もうさすがに気を使ってんじゃないかなと思いましたけどもなんかそのね、セルシオを買った直後にこの車検代が100万以上っていうのをね、あいいっすよみたいな感じで払う俺は何なんだろうとか思っちゃったりね。かといったら片っぽではね、あのペットボトルの水ってあの75円で2リットルがイロハスのやつが買えるんですよ。でそれをこの時間にねこうあチャンスと思って買いに行く、この金銭感覚。まあでもね、逆に言うとその1円でもケチりたいものが未だにあるとかね、あのあやさんの話じゃないですけども、あれでしょ、だから Wi-Fi の携帯の制限が1ギガとかでやってるわけでしょ。すごいコスト意識ですよね。私がだからスマホの料金が毎月3万円ぐらいかかっててね、で、あ、高えなと思って去年初めて切り替えて4860円にしたみたいなね。そうなると全然訳が違って、なんかこの結構かけてますねコストを。あのこれは店舗をずっとやっていたところの名残だと思うんですけども、今でもねあの生活コストとか会社のコストが安いっていう感覚なんですよ。で家賃がかかんないですからね、家賃毎月1店舗でも100万円かかってましたからね。であと人件費ですよ、見ず知らずの人に給料という名目で人件費をねこの300万毎月払ってる過去があったわけですよね。この見ず知らずのって言い方するでしょ、見ず知らずの人に金払ってたんですよ。なんか吉谷さんもそうでしょ、自分の部下に給料払うじゃないですか、見ず知らずの人でしょ。なんでそんな金払っちゃうんでしょうね、見ず知らずの人に見ず知らずの人にお金を使って、見ず知らずの人に付き合って時間まですり減らされて、完全に自分の人生邪魔されてねそれでもなんかね、すいませんでしたとか言って頭丸めるんでしょ俺をぶん殴ってくださいとか言って、全然割に合わない仕事じゃないですかそれは今思えばね。なんかこういう感覚とかね、なんか全然もう面白いですね、面白いですねこれがね。だから今回タイトルやっぱり面白い話にしておきましょうか、自虐的に苦笑いというねことでございます。もうなんかちんぷんかんぷんですね今回はね、はい、何の学びもありませんでした。いってらっしゃい。